はい、ホビーフォーラムに向けて、また新しい MCG3 に手をつけます。次はこれですね。LB のデカールを使ってですね、MCG3 エボということで、今度は LB のトランスキットを使います。はい、これでエボ仕様にして作るということですね。はい、今年のデイトナで優勝した車ですかね。はい、ということでやっていこうと思います。まあ今レオンを、レオンの2020年モデルを並行で作ってて、そっちはズームオンのトランスキットを使ってるんですけど、こっちはこの LB ですね、のトランスキットを使います。はい、ということで、ちょっとね、ズームオンの方かなりこのパーツをボディと合わせるところで苦労をしたので、この LB の方はどうかねっていう感じをちょっと確認がてらですね、作りますというところです。で、こっちは3D プリンター出力で、私は3D プリンター出力のものは初めて使うので、何やら細かなバリがついてたりしますけど、この位置削らなきゃいけないんだねっていう感じですね。中もこう謎の棒がいっぱいついてますけど、これ 3D プリント出力の都合上ってことなんでしょうね。これは切んなくても作れそうだな。はい、あとはそうだな、注意点としては、まあボディと合わす、ボディパーツと合わすときに前後のライトですね、がうまくつくかなと。ズームオンの方は奇跡的にパチッとはまりましたけど、こっちはどうかねっていうのを確認ですね。はい、あとはライトですね。はい、ライトのパーツはレオンの方の動画でも言いましたけど、あっちとはちょっと作りが違っていて、デイタイムライトみたいに光るところ、この字に光るところですね。ここはこっちは一体成形で、向こうはクリアレジンのパーツが別でついてるんですけど、こっちは一体成形で、白で塗り分けろという指示になってます。はい、なのでそこをどうするかですね。塗り分け難しいな。ライト自体は一回黒く塗って、プレミアムミラークロームでミラー塗装をして、で、クリア乗っけて、ショーアップの、クローム専用のクリアですね。それを乗っけて、で、周り、レンズのところだけ、そのクロームを残して、あと周りを黒く筆で塗る、エナメルの筆で、塗ろうかなと思ってるんですけど、この白を塗り分けるにはどういう順序で塗ればいいんだろうね。これちょっとそこ考えなきゃいけないですね。はい、最初白にしてマスキングできんのかな。これ難しいな。どうしよう、マスキングゾル使ってみっかな。使ったことないんだよな。最初に白く塗ってマスキングして、黒クロームで剥がして筆塗り、どうだろう。
あちょっと考えます。はい、ということでまずはボディ加工ですね。